はい、こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。これ系の動画心待ちにしてた方はお待たせいたしました。そして合わないなっていう方はそっと字をお願いいたします。はい、今回の動画はね、仮面勇士のベルトいきたいと思います。メーカーがね、これなんていうんだろう、テンシャントイズっていうのかな。はい、そんなようなメーカーで、パッケージの後ろ、はい、パッケージのね、トップにはね、まあ今時珍しい取っ手付きで、まあ光って360度回転で変身機デラックス G ってなってますね。はい、ではこれ早速ね、見ていきたいと思います。はい、インナーはこちらで、箱の中のね、後ろに入ってた台紙が、まあ歴代のさまざまなヒーローたちが描かれてます。これカード何なんだろう、ね、ちょっとこれ、はい、まずはね、カードからいきましょうか。 SP02 変身ベルトカード、はい、後ろなんだろうね、このカード。コレクション要素あんのかな。はい、で、フィギュア。そう、これ系のフィギュアもね、ちょっとひとまとめにしたんで、ちょっとまとめたね、動画でも撮ろうかなと思ってて、今、準備してます。はい。首は回転。で、真っ赤なボディ。で、腕回転。まあ、これ、おなじみのね、まあ、中が空洞のプラ。なんだ、いやだよ、これすげえやだ。おお、で足回り、まあこういう開き方はもうおなじみだよね。で中は空洞、そう、固めの素材、まあコンコンいこうか。そう、プラ製のフィギュアです。金色のマスクが印象的。はい、バランス悪、はい、これ5回。はい、まずはね、ウォッチ風なもの、後ろ、まあこれはね、形状的に001番のそれかな。でスピーカー穴が一応開いてるけど、中は空洞だね、これ。でボタン押してみましょう。光る、すごい、2色に光るよ。で他にもね、ボタン、これも押せるのかな、ん、お、2色に光るよ、赤と青で、ここの部分、あ、回転はできるね。はい、なんかパッケージとちょっと違う気がするんだけど、パッケージと同じような表情にしたい場合はこう、あ、こう外れるとこうなってんだね。でこれボタンを押すと、なるほど、配線が透けて見えるけど、どうなってんのこれ、あ、透明なやつが入ってるね。はい、こうすれば合うんじゃない、すごいよ、赤と青に交互に光る。ただこのね、この突起部分が今左向いてる、右向けたい場合は、はい、こうしてつけると。でこれ穴開いてんね、あ、なんかこれ 3D プリンターでなんか出したかのような、そんな感じなんだけど、これはお好みで付け替えりゃいいのかな。はい、綺麗に光ります。音は鳴らない。はい、続いてはね、バックル部分なんだけど、2019のシールだねなんかすごい気泡というか、なんかもうめちゃくちゃ浮いてるんだけど、はい、で後ろ、で、あ、ロック解除して、これで回すのか、硬いな。でここのレールあるんだけど、まあ、スイッチがね1個だけあるね。ここ真ん中に1箇所白いところ、これがスイッチで、反対側は、あ、はん、これは押せんのかな、ダミーかな、まあわかんないんですけど、ちょっとね、電池入れてみましょう。はい、電池をね、今入れてみたんですけど、まあ、この状態で、硬っ。回転しても何もなし。で、まあ電源スイッチらしきものもね、見当たらないです。なので、まあ先ほどのこの赤と青に光るやつ、これを装填してみましょう。
これが変身音か。すげえ混んでんな、ここ。めちゃくちゃ歪んでる。あ、中配線見える。なんかリセットって言ってたね。もう一回行こうか。これ回せばなるのかな。あ、違う、これか。なんだ今のプーって。行きましょう。うん、これが変身音みたい。ただこれなんか、まあ、今ちょっとずれ始めたけど、最初この何、赤と青の点滅、これとこの本体一致してたのがすごい綺麗だった。これ反対側は、こういう音ですね。そう、歴代のなんかうめき声とか戦ってるような音とか、そういう感じではないね。まあ、それをちょっとね、期待してた部分もあったんだけど。で、押せるボタンはここ1箇所とここで、で、これ装填した時にここを押されてこれが光るわけね。すぐ取れるのこれ。バチッ、なんか今すげえ嫌な音が鳴った。で、まあ、組み立てとしては、うん、しっかり止まる。で、こっちも止まって、で、ここにベルト止めで、お好きな位置で止めた後はベルト止めをずらして、はい、これで完成。まあ、これでヒーローに変身する際は装填するのみ。これ回転は意味ないよね。あ、そう、回転でもなるんだ。じゃあこれ外した状態で回転させると、セットした状態で回転とかだったら反応するわけですね。ありました。ただね、これ取りやすいのが難点。はい、続きましてはね、武器いきましょうか。で、フィギュアなんだけど、先ほど赤いのがついてたんだけど、今回ね、このパッケージ通りの黒い人がついてます。仮面勇士。まあ、銃から剣に変形するみたいですね。2モード変形。はい、ではこちらもね、見ていきましょう。はい、こちらがインナーです。で、まあ、カードから見てみよう。で、今回のカードは SP02 っていういいのかな、これ。それでもこういうデザインなのかな。で、こちらがベルトについてたもので、武器付属のもので、後ろで、フィギュア。はい、結構なんかね、ツヤがあって綺麗だね。このペイントは意外と綺麗。顔を飾るこのライターの文字。うん、で、可動域は、まあ、腕と、あと膝ね。膝というか足の付け根ね。膝じゃないよ、すいません。付け根です。なんかこのツルッツルがいい感じだね。で、腕が、なんだろうね、ここ。これ系のフィギュア、だいたい上向けた時にパキッていう。ライター、これね、矢印っていうか、この突起部分を右側に向けるとこういうデザインで、赤と青に光る。このスピーカーっぽい穴、なんだろうね。裏側でも光ってるよって分かるため。で、横のスイッチあります。でね、武器、はい、単4電池が、え、単4電池2本入れた。今音起動したよ。ちょっと今びっくりだな。すげえ。これ系では珍しく、なんか銃撃音が鳴る。あ、しかも何これ、
標準レーザーサイト、レーザーポインター、あ、これいいじゃん。例えばこういうふうにフィギュアを立たせて、立たないな、はい、狙いを定めて、あ、いいね。ちょっと照明落としてみようか。ちょっと暗めにして、これレーザーポインターとして結構性能いいんじゃない。ただ点灯しっぱなしっていうのが難点だけど、もうすげえ、これ驚きだわ。で、ここのボタンを押して変形させてみよう。マジで剣って言った。すげえ、ある意味驚き。ということは、この光るアイテム、これを装填すると、あ、変身音が鳴る。ん？そんだけ？音鳴らず。すんげえタイムラグだな。どういうこと？まあ、ちゃんとセットしてる状態で、あ、押してからちょっと時間かかるのね。なるほど、理解しました。じゃあこれもしかして、ちょっと外して、あ、外す前にここのボタンか。これもちょっと押してみようか。あ、押せない。これダミーだ。なんか押せそうなんだけど、うん、ダメだ、これダミーです。じゃあ一回外して、これをボタンを押して、10になった瞬間、またレーザーポインターが光る。では行きましょう。いや、いいね。ちょっと意外と驚きです、これ。これはびっくりだ。ただこれね、レーザーが出っ放しっていうのがすごく気になる。さらにホルダーいきましょう。で、ホルダーのパッケージの後ろはこちら、まあ、このオレンジ色のはねついてないんですけど、まあ、なんかね2個ついてましたね。で、取っ手付き。じゃあこれもちょっと開封。はい、まずね、付属のカードがこちらなんだけど、まあ、さっきのと一緒ですね。まあ、2種類かぶり、うん、で、これは通す。なんか結構ね、出来がいい感じ。うん、なかなかいいね、このツヤといい。回転すんの？お、する。ということは付属のこれがつくと、あ、つく、ちゃんとガチっていう、なんか嫌な音するけど、同じのが2個くっついてます。で、外すときはねじれば取れる。これ感動だな。はめるときはガチャッと、で、取るときはねじる。なるほどですね。でもなんか重いな、気のせい。あ、これも光るだけ。で、もう一個。おお、緑赤だ、すげえ綺麗。で、ベルト付属のものが、おー、早速つかなくなった。
おーい。まあ赤尾で光ってたやつで、この武器付属のもの、これも赤尾に光るで、今のねホルダーにくっついてた1個が赤尾で、回すとで、これ1,2,3 3つね。で、もう一個、これが色が違ったんだよね。はい、おお、単体でも変身音が鳴るんだ。これちょっと暗くします。じゃあちょっとスピーカーを後ろに向けて、はい、せっかくなので2個付けいきましょうか。光るやつどれだ？ 1 個光らなかったんだよな。あ、これ光るわ。これをじゃあ、すっごい派手なんだけど、これでもう一回回転させたら、この本体とこっちの音が鳴るやつ、ステレオみたいになるのかな。いきます。鳴ってないよ。じゃあもう一回いきます。なんでかな、なんかさっきからねすごく調子が悪い。はい、本当にすごい堪能したわ。で、フィギュアなんだけど、もう一体、はい、先ほどのと同じですね。ちょっとなんか塗装のはみ出しとかあるけど、はい、ライターで、先ほどの答えがこっちね。ただこのシルバーとか、この何、パープルというかピンクっぽいメタリックがすごい綺麗なんだよね。ただちょっとこれなんか鼻の部分がはみ出してる。で、後ろで、ホルダー部分も銀色で塗られてるね。で、ベルト周りが真っ白。ただね、あのパッケージとすげえ擦れてたからもう剥げちゃってるね。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。サウンドバージョン、はい、このねサウンドバージョンはこのホルダーについてて、でホルダーにもう1個この赤青で、ベルトにはこの赤青タイプと、であと武器にも赤青タイプ、赤と青に光るやつは音が鳴らないっていう、そんな仕様でしたね。ただまあ武器に関しては、まあ、今ちょっとね電池抜いたんだけど、なんかレーザーポインターがね予想外だった。これはちょっとびっくり。でなんかね、なんかありがちな、なんかビーム音とかズダダダダとか、なんかそういった音をねちょっとイメージしてたんだけど、予想外だね意外でした。はい、そんなわけで今回のね動画は以上となります。まあこれ系のねベルトの動画とかも、あの、ね、下に概要欄、まあ、多分貼ると思うんですけど、まあ、あちこち多分出てくると思いますんで、よろしかったらねチェックをお願いいたします。はい、そんなわけでね、以上トラハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。